加藤圭女流二段に勝ってベスト8進出を決めた加藤ユリア女流二段です。お疲れ様でした。ありがとうございました。本局は先手になった加藤圭女流二段が中飛車に振っての対抗形の将棋でした。午前中から中盤戦に入りましたが、休憩入りの5四歩の局面はどのようにご覧になっていましたか？あ、そうですね、ちょっと結構苦しいなと思って5四歩を指した感じだったので、まあ、結構中級の時は本譜8六飛車と8六角かなと思ってたんですけど、どちらもちょっと自信がなかったので結構きつい時間ではありました。その後は59手目の8四飛の飛車切りから加藤圭女流二段の方が技をかきに来られたんですが、あのあたりもやはりちょっと苦しいかなと見られていたんでしょうか？結構もしかしたらだいぶ差がついてるんじゃないかなと思ってました。その後も感想戦、先ほどのお聞きしてると長く苦戦を意識されていたように思うんですが、自分が優勢になったと思われたのはどのあたりだったんでしょうか？そうですね、なんか最後の方で4六桂馬と銀と金の両取りを打ったあたりで良くなったかなと思いました。4六桂以降はしっかりとこう手の速度を見切って勝ち切られたという感じでしょうか？そうです、なんとか行って勝ってるかなという感じでした。一局全体を通してその印象に残っている手ですとか局面ですとかはありますでしょうか？そうですね、なんかやはり K さんの77桂65桂っていう手が、なんかやはりそこに飛ばれてるだけで結構プレッシャーがかかってるので、やはり刺されてみると改めていい手だなと思いました。次戦の相手は大島彩香女流二段と宮沢早紀女流一級の一戦の勝者となります。意気込みをお願いします。はい、どちらが勝ってきてもものすごい強い相手という印象があります。なのでそうですね、今日は序中盤がものすごく反省の残る内容で、ちょっとまたしっかりしないとなという思っているので、次戦まではできる限りの勉強をして臨みたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。